スティカの豆だと沢でです。ちょっと小声です。人がいなさすぎて今日はステラおばさんのクッキーデックス、お台場に今来てるんですけど、唯一ステラおばさんのクッキーが食べ放題なんですよ。うちら前一回さ、なんか青学の近くのさ、店舗に行ったらやってなかったんだよね。そうなの。店員さんにすいませんやってないんですって言われて、あーって言って皆さんとそれをちょっとシェア発揮していきたいと思います。はい、行こう。これでパラモクに定番のじゃあチョコチップとか出た、これなきゃ、隠れなきゃ、隠れていただきます。安定の美味しさよ。いや本当、何でも安定って言うやん。このさ薄さがいいよね。同じ色多すぎじゃね。すごいカラフルよ。これ私一番好き、紅茶。あ、分かってる、かなりね。一応今調べたんですけど、6枚飛べるともう元取れるらしい。ってことは1枚いくら？1枚で75円なんで。へー。でドリンクが大体の300円前後。ということは6枚飛べれば元取れますよって。100円でしょうね。で私も今7枚食べてね、8、9、10、11、12、13枚食べるな。行ってらっしゃい。深い目 TV。 深い目 TV だね。待って、青絶対顔伸びたわ今。見てみ。ほら顔伸びてんじゃん。イーリーな顎になってる。イーリーな顎になる。なこうやってやると顎伸びちゃうのかな。こうやってさ。あ、でもだから女の子たちこうやってやるんだ。うん、こうやってやっても今顎伸びてない。なんかやりすぎ良くないと。でもこうやってやったりすると顎伸びるもんな。これすごいもん、顎の伸び方。全然インスタ映えみたいな写真なんないんだよね、うちらいつも撮ってもさ。なんでみんな写真撮るの上手だよな。いやすごい、本当にすごいと思う。あ、今この現時点で顎伸びてみたいな。すごくない？こうやってやったりすると顎伸びちゃうね。ディズニーの写真は大抵顎伸びちゃうんだよ。なんでディズニーマジックって呼んでる私は。私はディズニーマジックで顎伸びてるって思ってるよ。もうそのマジックのかかり方やだわ。これやばくない？多分今ぼやけて余計顎伸びてるように見えてる。これディズニーマジックなの？これディズニーマジック2人で20。ごちそうさまでした。パラスティカ、東京都内は多分ここだけなので食べ放題してるところが。じゃあ食べ放題行くなったらお台場まで来てよってことね。そういうこと TV よ。了解。皆さんぜひ行ってみてください。1000円もしないで食べ放題行きますので。あれうちらのための証明書。もううちらのこと狙ってくれてますよ。証明書分かる。これここすごいな。肌ツヤが良すぎちゃった。私たちのツイッターのアカウントが下の概要欄にあります。この動画を聞いてくれたら高評価とチャンネル登録をお願いします。以上、パラスティカでした。ここの2級が